はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。11時をちょいと回りました。9月は2日の土曜日です。暑い、千代田区33度、この部屋31度。ね、もう今日はね、これ取ったらね、ビール兼料その後ね、一生懸命自転車こいでですね、日本橋横山町に行って不動産売却相談会でございます。5時までね。でまた帰ってきて、ちょっとだけ仕事しておしまいと。土曜日ですからね。はい。時事.com でございまして、これは昨日の20時30分ですね。係争地軒並み時刻量に中国の新地図に各国反発って。中国はなんか地図を出したそうなんですよ。中国政府が8月下旬に発表した新しい国土地図にアジア各国地域は一斉に反発している。領有権を争っている地域海域は軒並み中国領となっているためだ。ロイター通信などによると、これまでに少なくともフィリピン、マレーシア、ベトナム、インドネシア、インド、台湾が抗議していると。多分尖閣諸島も中国領になってるじゃないですか。日本も抗議しなあかんやんって、まあ、どうでもいいけど、新たな地図では南シナ海の約 90% を広大な海域が中国のものとされ、フィリピンやマレーシアなどの排他的経済水域内まで及んでいる。まあ以下うにゃうにゃ書いてあります。貼っときますんで読んでください。常々不思議に思うのはね、南シナ海 の中国が一生懸命ですね、分取ってる状態になってる分、南沙諸島でありますよね、スクワトリー諸島ってあるんですけど、あそこでね、ガスが出るという話なんですよ。でも今すぐ掘らへんのは、今すぐ掘っても採算が合わないからなんですね。でどうなったら採算合うかというとですね、ものすごい安く掘る技術が開発できるか、もしくはガスの値段がバカ上がりして、その採算が取れるところまで値上がりするかって、どっちかなんですよ。で中国はね、尖閣諸島を領有してる、領有俺らのもんやと言うてんのも実はそうなんですよ。ガスが出るんですよ。で実はですね、近くで中国は10年20年ぐらい前ですかね、蓄積してるんですね、ガスを。ところがその後ですね、本格生産に移っていないんですよ。私掘がうまくいってね、これはいけんでーってなったら絶対掘るはずなんです、中国は。うまくいかなかったんですで、自分たちの領土やと言うてるところで、じゃあ今のところ何が得かというとですね、漁業資源だけなんですね。まあね、漁業資源もそれなりですけどですね、そのために飛行場を作ってですね、軍隊を駐留させてってやってるわけですよ。軍艦を派遣してと、その費用に見合ってるんかなと、多分見合ってないと思うんですよね。お魚さんが取れるぐらいって、そんな工業場であるとも思いにくいですね。まあそれなりに取れるでしょうけどね。なんでですね、ようわからんっていう話ですね。というか中国がやることがね、その合理性から見たらですね、はみたいなことばっかりなんですよ。でしかもこうそんなね、地図をわざわざね出す必要ないわけでしょ。出したら周りの国が反発するわけでしょ。で周りの国がみんなですね、中国嫌いになるわけでしょ。現に今嫌いですけど、中国好きな国なんかありませんよ。カンボジアだけ昔はね、パキスタンもまあまあやったんですけど、最近関係が悪くなってるみたいですね。なんでパキスタンと仲がいいかっていうとですね、インドと中国は戦争したんですよ、かつてね、中印戦争で、インドとパキスタンも戦争したんですよ、インパ戦争って。敵の敵は味方路線なんですよなんでですね、中国とパキスタンは仲良しということになってたんですけど、最近ちょっと離れてるみたいですね。最近中国の仲良し国はどっちかというとサウジアラビアやったりするんですけどまあそれは本当になんていうか、単なる打算ですからね。だからね、中国って周りに友好国一つもないんです。一つもないんですよ。なんかそれでよく平気でいられんなという気がします。実は日本もね、日本の周りに友好国一つもないんですよ。まあ台湾ですね、あるとすればあそこはむちゃむちゃ親日的な国です。まあ中にはそうじゃない人もいますけどね。もう反日国ばっかりに取り囲まれてるわけですよ。じゃあ韓国、北朝鮮、ロシア、中国でしょ。反日ばっかりじゃん。でみんなあれやん、ルール守らへん国
日本ってだからものすごい地政学的にですね厳しい条件なんですよ実は。で、たまさか海が守ってくれてるわけですよ、海がなかったらねこんなんね、どうなっちゃうかよう分かりませんよ。あの日本からですね大陸方面に行った時代もありますし向こうから来た時も何回かありますね、まあそれはいいとしましてですね、あのなんて言いますかね、今のね中国ってね、習近平の中国なんですけどおかしいですね、あの合理的ではないんです。で、さっきもですね、岸田総理がですね二階俊弘にですね中国行って並べてこいという話を要請したという話をしたんですけど、あの今ね仮に二階さんがね中国の自分のコネを頼って行ったとしてもね多分機能しません。なぜかというと中国って今もう全員がね習近平に嫌われることをあの避けようとしてるんです。でちょっとでも日本寄りの発言とか日本に余計な情報とか与えたりするとすぐにあのスパイ法が適用されるんです。だからね今ね中国に人脈のある人がねあのみんな困ってるんですよ。あのいわゆるですね話してくれなくなったと中国人が自分の友人の中国人があの中国内部がどうなってるとかっていうこと観測別にスパイではないレベルの情報でもですね話してくれなくなったと言われています。つまりものすごいこっちに固まってるんですよ今習近平の独裁体制が。それでね今の中華人民共和国っていうのは1949年にできてもう何年ですか、74年ぐらい経つんですけど、その間ですねトップが交代したことはあるんですけども、そのどう言いますかねトップが引きずり下ろされたっていうことはほぼないんですね。ほぼないんです。あの天安門の時ぐらいですかね、張紫陽さんでしたか、あれでもトップやったのかな、あの時でも実質的には鄧小平がトップなんですね天安門の時で。簡単に言えばねずっと毛沢東がトップであって、でその直後の混乱を経てですねその後はずっと鄧小平がトップなんですよ実質的にね。肩書きはちょっとちゃいますけど実質的に鄧小平がトップなんですね。あの毛沢東が亡くなった混乱期その後ですね、混乱期は誰がトップかよく分からんというかぐちゃぐちゃしてるんです。でその後はですね10年制になったんですね。鄧小平の後は江沢民10年、胡錦涛10年で習近平も10年のはずやったんです。でも俺は死ぬまでやるんやっつって制度を変えてしまったんですね。で今習近平の時代が続いてるわけであって、習近平はねじゃあ中国の国内の闘争政治闘争とか派閥闘争とかでですね権力闘争とかでですね引きずり下ろされる可能性があるかっていうとないです。ないです。あのもう今すごい強大な権力になっていて、毛沢東はものすごい失政をしたんですね1950年代に大躍進運動という。それでですねあの自分から進んでちょっと主席辞めるわって言ってですね、劉少奇という人にあのお前がやれとか言って形式上ナンバーワンを降りたんですけど、この劉少奇は気に入らんからって今度は文化大革命やってやってですね劉少奇を引きずり下ろしたわけですね。あの毛沢東はその時に中国人を飢えてですね5000万か7000万死なせたというふうに言われています。それでもですね引きずり下ろされなかったんですよ。だからねトップは引きずり下ろされません。よほどのことがない限りはです、ね、それこそ共産党政権が倒れるぐらい の大きなであのうねりがなければおりません。だから当面続くんですよ習近平あいつが生きてる限りはそれは非常に日本にとっては幸いなことなんです。つまりあの非合理な合理的に見てこれはそれアホやんみたいなことをやり続けてくれるということなんです。だから実はこうやってですね変な地図を出してきてねここがここまで俺のもんやとかって言ってくれてるのはですね他の国みんなですね反中国になるでしょ。反中国になるということはその点で日本と連帯できるということなんですよ。だから日本にとってはラッキーなんですけど、ラッキーって言うとあきませんよ政府が。いやー一緒に抗議をしようって俺ってそうならなあかんわけですよ。まあね、中国ね本当にありがたいことにですねあの世界で嫌われまくっています。あのそれを全部種は中国がまいてるんです。わざと自分が嫌われるように振る舞ってるわけです。
実にありがたい話でございますね。はい、この時事.com の今読みました、読みかけましたページ貼っておきますんで、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。